初日に2オーバーと出遅れ、2日目に挽回予期した渋野ひな子は3バーディ2ボギーの71とスコアを1つ戻し、トータル1オーバーの45位タイで3日目に臨む。強いアゲンストの風が吹きつける1番から4番の難関ホールをどう乗り切るかがポイントだった。1番パー5では3打目を4メートルに寄せてバーディ発進。 だが、2番パー4では、アゲンストの中、2打目を7番ウッドで打たされ、これがピンを大きくオーパーした。15メートル近い距離から3パットのボギー、ロングパットが下手くそすぎると、次回のコメントを残したが、それでも2メートルほどのパーパットを沈め続け、流れを切らさなかった。フォローの風となった6番パー5では、ドライバーでフェアウェイを捉えると、 ピンまで198ヤードの2打目を5番ユーティリティで2ンに成功。乗ってくれてよかった。あの距離をユーティリティで打てるところまで飛んでいたのもよかったとイーグルチャンスを演出した。ところが下り5メートルのイーグルトライは下手くそすぎる笑いとカップをかすめずにオーパー。返しのパッドを沈めたもののすっきりしないバービーに表情は晴れない。 続く7番パー4では思いがけない一打を打たされる羽目になる3番ウッドでフェアウェイに運ぶと9番アイアンでの2打目は大きく左へグリーンを転がり左バンカーに入ったスコットランドのコースみたいな直角のところに行き上がってボールは高い壁にくっつくように止まっていたここで渋野ひな子は時間をかけずに決断すぐに出せると判断したのではなく冷静でいられた とりあえず壁に当たって戻ってきても元あるところよりもこっち、後方だったらマシかなと壁ドンを覚悟していた。この3打目は一発で脱出に成功し、なんとかグリーンモン。ここでボギーを喫するが、その後はしっかりとチャンスメイクに成功していった。後半は3から4メートルのバーディーチャンスを量産するも決めきれず、17番のパー五でようやくバーディー。 折り返してからは、ボギーなしのプレーを見せて、なんとかアンダーパーでラウンドを終えた。パッティングの修正を課題としたが、ショットは初日より副調気配。明日はもう少し攻めていきたいと、残り2日間を見据え、攻撃に転じる構えだ。渋野ひな子、ロングパッドが下手くそすぎる、米ツアー最終戦で1オーバー45位。 米女子ゴルフツアーの年間ポイント上位60人が出場する今シーズン最終戦 CME ツアー選手権2日目18日日本時間19日フロリダ州ネープルズティブロン GC パー7248位から出た渋野ひな子24サントリーはサンバーディー2ボギーの71とし通算1オーバーの45位だった 1>, 1番パー5で約4メートルを沈めてバーディーをダッシュしたものの続く2番パー4では3パットのボギー6番パー5では2ンに成功しイーグルパットこそ外したもののバーディーでスコアを伸ばした続く7番パー4をボギー迎えた後半は我慢のゴルフとなり17番パー5ではバーディーを奪ったが上位に浮上できなかった 渋野ひな子は前半の何ホールかは本当に厳しい状況ではあったんですけど、スタートできっちりバーディーを取れましたし、それ以降もなんとかパットで耐えてという感じだったので、前半は耐えたかなという感じでしたと振り返り、ロングパットが下手くそすぎるというくらい、今日は打ち切れていなかったので、心残りですと猛省した。3日目に向けてパッティングをなんとか距離を合わせたいし、 5メートル以内も1個、2個入れたいし、明日はもう少し攻められたらいいなと思いますと、前を向いたリリアコ、ニュージーランドが通算13アンダーで首位をキープし、67で通算7アンダーと伸ばした、畑岡なさ23、アビームコンサルティングが3位に浮上した、古江彩佳、22、富士通は69で通算 3, 3アンダーの22。 さあそういうか21は77で通算8オーバーの59位と最下位に沈んだ苦しんだ妹へ渋野ひな子が海の向こうから送ったアドバイスレギュラーズアーデビュー戦はトータル19オーバー96位予選落ちを喫した渋野ひな子の妹りこきりこは2日目も出だしから連続 OB でダボと苦しんだがバックナインは1バーディー2ボギー丁寧にやれました まとめることとができたとようやく片りを見せることができた今振り返れば初日も丁寧にできていなかったボロボロでした第1ラウンドは9オーバーの95位と出花をくじかれる形となったそんな初日を終えた後現在フロリダ州で行われている米ツアー最終戦に出場している日菜子から連絡が「お疲れ」というメッセージとともにこんなアドバイスがあったといい。 下りのパットはタッチを合わせて上りはしっかり打ってショートパットに苦戦していた妹へ技術的なアドバイスきっとこの日の後半のプレーにもいい方に作用したに違いない他にも愛媛は寒いからとウェアも貸した出したりと遠く離れていても妹を気にする姉らしい一面を伺かがわせた。